はい、やってみて。あ、おはようございます。元自動車です。この車ですね、エンジンがね、わかんないですよね。バッテリーかな、ちょっと見てみます。はい、バッテリーにバッテリーテスターをつなげました。こんなテスターもう売ってないかも。現在12.8V ぐらい端子電圧がありますね。満充電で 12.6V 以上いります。充電良好でございます。で、それでは大体この辺にダイヤルを合わせてテストボタンを押すと大きな電流が流れて電圧がぐっと下がりますね。大体まあ緑のラインにあれば合格でございます。押してみます。あ、大丈夫そうですね。あんまり押すとバッテリーが出たんじゃん。大体で 12.6 戻ってきました。はい、ちょっと念のためつないでみましょう。はい、それではこれを元気のいいバッテリーにつないでみました。これでセルモーターを回してみましょう。はい、スタート。ああ、やっぱりダメですね。いよいよこれは別のところが怪しくなってきましたね。はい、ちょっとセルモーターの診断をしますんで、合図を送ったらキーを回してほしいね。1個回したらアクセサリー、もう1個回したらシステムがオンになります。もう1個回したらセルモーターが回りますんで、その間に僕セルモーターコツコツ叩くんで、セルモーターこれオンのままにしといてほしいな。でエンジンもしかかったら手を離してエンジンかけといてください。じゃあ行きますよ。一匹切ります。はい、この車セルモーターが見抜くんで、ちょっと下から行ってみます。ここね、あ、見えます見えます。これをちょっとコツコツ叩いてみようかな。それでは行きますよ。はい、やってみて。あ、わかりましたね、うまく。あ、今切ったん？うん、オッケーオッケー、まあええわ。セルモーターに振動を与えたらセルモーター回りますんで、これもセルモーターオーバーホールですね。こんな感じです。セルモーター悪いのが分かりました。以上。Thank you.